皆さんこんばんは。書を愛する人のためのドキドキ生放送、今日は第5回目です。今日のメインは詩と書のコラボレーション、フランス文学の学者であり詩人の吉田加奈子先生と、それから、作家の代表として辻本大雲先生においでいただきました。吉田加奈子先生が選んだ詩を辻本先生が作品になさいます。いろんな楽しいお話を交えながらやってみたいと思います。それでその大体、8時半ぐらいから始まります。で、今日はこれが長くなると思うので、書道の洋品店さんの紹介はありません。今回も素敵な視聴者プレゼントがあります。まず今回、書いてくださる辻本先生の作品、これはみんな引用してプレゼントします。それから著書です。吉田加奈子先生の本愛のフランス詩集、それから、辻本大雲先生が出演なさっている、DVD ブック漢字仮名尻書の技法、それから、仮名羊毛の号という羊毛の筆、これをプレゼントします。プレゼントが欲しい方はまずツイッターで、天来書院と天来書院スタッフをフォローして書き込んでください。それからもう一つ、2回目から始まりました、ファックスによる応募です。ファックス番号は 03-3450-7531、天来書院宛てにプレゼントが欲しいって書いて送ってください。お名前とご住所と電話番号も忘れないでお願いします。さて、最初は書の基本を学ぶ、今日は第5回目です。はじめは横画縦画でしたが、だんだん難しくなってきました。今日はどうやら文字を書く模様です。今日は少し時間があるので生徒さんのお話なども伺いながらやっていただきたいと思います。先生は高橋漱石先生、生徒さんは中村のり子さんと福本清子さんです。それでは、中村ひろこさんと2人がぐちゃぐちゃになっている福本清子さんです。それでは先生よろしくお願いします。はい、こんばんは。書の基本を学ぶ、漢字基本点画、今日は5回目です。最初は本当にね、筆の持ち方も大変だったんですけども、だんだん慣れてきまして、今日は少しだけ難しい文字を書きます。今日は、4文字をまず書きまして、その後もう一度最初から振り返ってみて、書の基本のことをもう一度確認して、それで次回の最終回に向けていきたいと、そう思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはですね、用意してきました。まずそれと、どっちから行きましょう。こちらから行きます。はい。風と女という字ですね。基本的には基本点画でこう全部書いた文字なんですけれども、ちょっと思い出しながら、筆の構え方、運び方、その点接、こう曲がるところですね、それをどうすればいいかっていうのをもう一度こう思い出して、それで書いていくことにしましょう。はい、はい、ではまず私が書きますので、ちょっと見てください。はい、もう一回やりますと、筆をこう45度に置きまして持ち上げる、だいたい65度から75度ぐらいのところの角度を保つ
そういう意識でもって書く、そういうことですね。もう一度書きます。腕の構え方、こうですね、この角度を保つようにして、はい、画数も多くなってきましたので、ゆっくりとじっくり筆を運んで、まず形を見て描くようにしてください。どうぞ。はい。もう少し経ってますね。もっと経って。ね、それくらいですね。なるほど。もう一度書いてみてください。お二人とも横画はいいですね。横画は。それで基本的にその僕の書いたのを見ますと、ちょっと見てくださいね。ここと縦が左右にこう絞ってありますね。はい。あ、なるほど。うん。それでスマートに見えるんです。ということは最初は少し内側に入るくらいから始まって左の方に入る。二画目は斜めに登ってってここで点数になります。また今度絞ります。うん、それからこっちに。でそのままの角度筆で跳ね上げると。で筆で書く場合に中の虫という字ですね。その虫の上の横画、今斜めにこう書いてますけれども、筆文字の場合には横でその下に虫という書き方。これもあります。筆持ちっていうのは少し特殊ですから、活字とは違いますので。でもこの筆持ちというのは伝統的には昔から書かれている文字なので、一応頭に置いておいてください。はい、でここで虫と字を縦も斜めも角度を変えないでこれを保つというそういうことです。もう一度書いてみてください。
辻元さんもそれから中村さんもすごくこう僕が一度言うとスッと聞いてくれて、非常に嬉しいですね。手が横で聞かない。あ、そうですか。いやでもね、よく例えばほらこういうところで、はい、あっというねことはありますけど、はい、でも全体的にはなかなかいいアドバイスをちゃんと聞いてくれてるっていう、はい、そういう印象ですよ。どうぞ。うん、なかなか。じゃあもう一枚紙を変えて書いてみてください。なかなかもう少し長くてもいいですね。右の方はね、もっと外にそれ、そうですね、外にこう、よし、では次の文字を書きます。いいか。風の次、風女って何？別に意味はないんですよ。意味はないんで、というのはですね、まず文字をこう見たときに左右対称だとか辺と作りがあるだとか、そういう組み合わせで今ちょっと考えたものですから、これ少し形が左右似たものと、それから全く違うものと、そういうふうにして考えて、その次のは辺と作りだとか、そういうので考えましたので、じゃあ次の女という字を書きます。これは比較的画数も少ないですから、もう一度書きますので、この角度ですね。これって例えば女も風も、うん、こう部首になってる、部首の一部になってるところ、ね、ね、時と同じですか？これ風も女も部首ですから、その中でちょっと基本的な文字だということで考えたの。こう幅、縦幅とか、それはね、縦横の関係、はい、これはもちろん横が長いですね、縦が短いですね。風はどっちかというと少し縦長になります、うん、そういう形の大まかな形の違いはもちろんあります、うん、じゃあまずじゃあ書いてみましょう、はい。
短い。うん。お、いいですね。そうそうそう。お、なかなかお二人とも、うん。お二人ともなかなか筆の運び方いいですよ。うん。これは楽みたいに、もう一度じゃあ書いてみてください。上がってきますね。もうちょっとこっちの角度が上がっていくんじゃないかな。あ、上。うん、少し斜めに。辻本さんのは大体いいかな。あ、すみません。福本さん、ごめんなさい。今日はちょっとなんかね、みんな名前間違えちゃいますね。先生の名前でしたね。なかなか、いや、あのいつ言おうかと思ったんですけども、なかなかあのお二人ともね、飲み込みが早いっていうか、最初に筆を持って、それからしっかりとその持ち方をちゃんと頭に入れて、それで基本的な筆の構え方を、しっかり思い出しながら書くっていう、それが非常に大事なことで、あの二人ともよくやってると思います。ありがとうございます。じゃあ次、はい、2枚目の、はい、それを出してみてください。うん、別にあの意味はありません、また。はい。もう一度書きます。まあ一つの流れの中で文字を書いていくという、そういう行為が大事なんで、ただ最初はね、やっぱり形をよく見なきゃいけないので、丁寧に書いてください。難しそうですね。近いのに、うん、遠い。そう、そうですね。近いはずなのに遠くないの。そうですか。そうですね。なかなか言いますね。じゃあ見ててください。はい、侵入の文字の場合に、その侵入に対して、その侵入の上に書く文字をあまり右側に書きますと、辺と侵入との距離がありすぎて、字形としてはまずくなる。それでもう少し内側、中心に寄った位置に書きます。それで侵入をこう書くんですけれども、これよりも基本的には出ないような形をまず、うん、もちろんいろんな昔からの文字で、そうじゃないここの部分が出てるものはあります。点よりもね。でも基本的にはちょっと出ない形のものを今回は書いていきます。で、縦の時もこうならないように、
それから右払いもこの角度をできるだけ保つようにという、そういうことです。どうぞ。聞いちゃいました。スーって言っちゃう。書いてみてください。なかなかいいですね。ここ行きましょう。こちら。はい。福本さんはもう少し腕が立った方がいいかな。少し寝てる福本さんは、ええ、角度が少し立ち組みの方がいいと思います。おう、あれでしたけども、だいたいそこまでは良かったですね。福本さんは侵入がいいですね。なかなか右払いは難しそうですね。時間がないので、じゃあその最後の課題いきます。基本的に天格でも書きましたけどもね、それを応用した形です。もう一度書きます。十分に長く弾くようにして。ということです。最初少し、ちょっと上持ち上げて次へ行くという、少しこう内側に少し入るように一画目はその方がスマートに見えます。はい、そこ上すぎますね。これが長いんですよ。あ、そこ、ここにね、突き出ちゃう。突き出しちゃいますね。こっち側です。あ、間違った。中を描いてから最後です。ぐーっと引く。どこに行かなかったですか。これが、そうですね、空きすぎましたね。はい、どうすればいいかをちょっと見てくださいね。
いいですね。なかなかお二人ともいいと思います。今日4文字書いてきましたけれども、次回で、終わりになりますけれども、それじゃあ最初の横画縦画をもう一度だけ復習をして、それで今日は終わりにします。はい、まずじゃあもう書き用意してください、ね、書いてみてください。まず角度を、腕の角度、それでそれを持つ腕の構え、それからこの肘って言いますか、そこの位置、それから手首の形、それをもう一度確認して、腕を置く、置いた時には左手で半身を押さえてますけれども、離した時にはちょっと持ち上がるくらい、とにかく置くんですね。それでそのままで引く、それでぶつかったその勢いを筆を収める、置く、収めるという。どうぞ。少し斜め上に上がったんですね、なかなかいい線ですね。では縦この縦は自分の方側に筆が来ますので、角度がどうしてもこうなりがちですけれども、それをしっかりと角度を変えないで、この横角と同じですね。で収めると。どうぞ。ぶつかっていく。で止まる。ぶつかっていく。ここにぶつかる。ここにぶつかるという意識を、それではもう少しこの形になってますと、止まった時にもここで止まります。この形になります。この角度を保つ、要さん、穂先が縦角の時には線の左側を、あ、いいですね。そうですね。ということを基本にしてきましたけれども、次回は古い時代の拓本の形の文字を見て、臨書をします。またそれについては詳しくは次回、お話ししますけれども、楽しみにしてください。はいはい、では今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。
それではようこそ素晴らしい書の世界へ。今日は詩と書のコラボレーションです。作品を書くというのは書作家が一人でする仕事です。でも今日はそうではなくて、詩人の先生にも来ていただいて、二人で共同作業していただこうと思います。今日じゃあこちらにいらっしゃるのは、一番右にいらっしゃるのが、詩人であり、学習院大学仏文科教授吉田加奈子先生です。実はですね、あるパーティーで吉田加奈子先生に会いました。でその場で思いついたんですけど、詩と書のコラボレーションってどうでしょうかって言ったら、先生がちょっと面白そうかなみたいなお顔をなさったんで、それじゃあ先生出演してくださいませんかって言ったら、いいわよっていうことになって今日出演してくださいました。でそのパーティーで、それじゃあお相手の書家の先生も今日決めちゃおうということになりました。でこちらにいらっしゃるのが辻本大雲先生です。財団法人毎日書道会理事、財団法人書道芸術院理事長というすごいお方なんですが、一言いいよいいよ決まりました。でもそのちょっと後、本気なのって言われましたが本気ですというわけで、決まりました。でもこういうことはなかなか他の方はやらないと思います。しかもライブです。どうなるか分かりませんが、今日は先生方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずじゃあ吉田加奈子先生、先生は詩人であるのにもかかわらず書に興味をお持ちになっていますね。それはどういうことからなんですか。できたらそのマイク持っていかないといけない。入ってます、入ってます、はい。書くことがやっぱり好きなんですよね、なんであれ。だからお絵描きみたいなこともするし、いわゆるお習字も学生の頃にちょっと習ったことがあるんですね。ただそういうこととは全然離れていて、若い時からある年齢までやっぱりフランスっていうかヨーロッパの方を向いていて、それがだんだん日本の古典的な詩歌とか日本の古い文化に興味持つようになったっていう、そういう下地があったところに、これはほとんどたまたまだったと思うんですね。1990年代初めか80年代終わりぐらいに千代倉欧州先生の個展を拝見したんです。でそれがその後いろんな先生方の拝見するようになりましたが、それが一番初めの出会いで、それは非常に衝撃だったんですね。ただ綺麗な字で文字をなぞるとか、こう金星が取れた世界というのではなくて、金星が取れてないという意味ではないんですけれども、もちろんそういうものを踏まえた上で文字というか言葉が書かれているんですけれども、その言葉がもう音を発している、書かれていたのその大きさも私はびっくりしたんです。そういう作品を本当に初めて見ましたの で、でセントラルだったと思いますが、セントラル美術館だったと思いますが、そのある面の壁いっぱいに、一つはね、その時多分草野心平カエルかな、カエルじゃないかも、それからもう一つは創作燃える母か、あるいは別の作品だったかもしれないんですけれども、もうすごく広い、壁面というか空間に言葉がもううなるように、あるいは叫び声を上げ、あるいは歌うように、平面なんですけれどもそこに動きがあるんですね。で本当に走っていくような音が聞こえる、声が聞こえる。で非常に圧倒されました。圧倒されて会場をぐるぐる回っては椅子に座ってぼーっとしてる千代倉先生が、全く面識なかったんですけどびっくりしてなんか声かけてくださって、でそんなこともあってその次のご案内いただいたり、ちょっと人様にお話をしてぼつぼつ見るようになりました。いいですか、お話で、私たちは活字で本にする、印刷して、それが最終最後の形ですね。そうすると印刷した文字っていうのは表情がない記号ともいえる字体なわけですけれども、それにいかに実は人間の身振りとか声とか抽象的な言葉を使っていても実は具体的なものが込められている、つまり行間って言いますよね、行と行との間、あるいは言葉の中に言葉にならないものがどれほど込められているかということが
詩の強さとか力の一つだと思うんですね。でそういうものを無味乾燥ともいえる、あるいはその非常に一般的ともいえる印刷の文字を通してどう伝えるか、あるいは伝えたものを読み取ってもらえるかということの工夫が、私たちとしては、私の場合でいうと、ひらがなを使うか漢字を使うかで、行を変えるか、行を変えるとそこで1行がやっぱりそこである密度が出る、ずっと続けると流れていくとか、からさっき名前を出した草野新平さんの詩だと、1行ともかく行が終わると丸が必ず書いて、そうするとその1行がものすごく濃くなるんですね。濃くなってそこにトッとっとってリズムが生まれる、そういうものがそれをただなぞる、そういうふうに読むっていうんじゃなくて、もう自分の表現としてその読み取りを突き抜けてっていう、もうそれが本当に圧倒的でびっくりしました。それがきっかけです。なるほど、すごいですね。すごく濃くて面白いお話を初めに伺っちゃいましたが、島野先生、書家の立場で書っていうのはどういうものでしょうか。そうですね、ちょっと書家の立場で、書く言葉、文字っていうのは、まあ、素材と言ってもいいんですけども、やっぱり僕の場合は詩文書短歌であれ俳句であれ書きますからね。そうするとその詩文との言葉との出会いっていうのがあるんだね。でそこに共感とか感動とかね、ある。でそういうのがないとね、書っていうのにはね成立していかない。ただ文字を並べて書いていれば書として作品となるかもしれませんが、そこには自分自身の表現意図はっていうか、こう気持ちが入っていきませんからね。だから特に僕の場合はその詩言葉それをとの出会いを大事にしたい。そういう中で、例えば詩人の吉田佳菜子先生とかね、俳句の片山さんとか由美子さんとか、そういう方との出会いっていうのは非常に大きいんですよ。制作を一つある意味でそのなんか支えてくださるっていうような感じがあってね、ありがたいことですね。わかりました。じゃあだんだんじゃあ本題に入っていきたいと思います。じゃあ吉田佳菜子先生、吉田佳菜子先生これからご自身の詩とか、最初にフランスの詩翻訳なさった詩とか、杉本先生に書いていただくわけですけど、どういうことを期待なさいますか。期待っていうより、つまり自分の作品が書家の方に書かれることについて、いろいろご意見をおっしゃる方もいる、それは当然なんですけれども、私は基本的には自分の手を離れたものはそれはどう読まれても構わないし、そこまでギリギリ考えて手放すわけですから、あまりその書いた人間としてこう書いてほしいとか、せっかくこういうふうに行を書いてるんだからこの通りにしてくれとかってことは言いたくないんですね。まず私の詩に、何かを感じ取ってくださったんなら、自由な読みをして、で感じ取ったものを表現して、でそれが私の言葉が媒介であり、私の言葉がきっかけであり、かつ私の言葉と一緒にこう共鳴というか共振してくだされば、もうそれ以上言うことはないです。ただもちろんそこまでに行く段階で詩というものの読み方が、一般的に必ずしも分かっているかどうか、詩のリテラシーっていうか、言語表現されたものがいわゆるメッセージ性とか記号だけではなくて、そこからこういう光景も浮かぶでしょうとか、例えば海っていう一文字があった時に海の光景を浮かべて読んでくださるか、で海っていうからには別に私が見た海じゃなくてもいいわけですよ。私が見たのが例えば日本海だったとしても、それは太平洋であってもいいし、ハワイでもいいし、ただそこで何かそれこそこう海の波のように揺れて広がって、でそれがすぐ作品になるか、あるいは時間がかけるものか、それはもう一人一人の問題だと思うんですね。それは読み取る、私たちの方から言うと表現していただく前に読み取ってもらう、あるいはその前にも出会う、出会っていただいたことだけはもうとてもとてもありがたい貴重なことだと思います。自由に考えて、ただ言葉っていうのは当然その歴史があるわけですよね。で文字の一つ一つにしてもとても深くて重い歴史があるし、それを共有することになるわけですから、書家の方とは。それをやっぱり大事に考えてくださると嬉しいなと思います。なるほど、
先生、ね、だんだんプレッシャーになってきましたねちょっとじゃあもう書きになる一言こうあの特に吉田香菜子先生はねそのフランス文学界の詩人でしょ。で言葉ってものをすごく大事にするわけです。僕たちも書で表現するときに言葉とか文字を大事にするっていうことは当然なんですけどね、あのやっぱりその言葉を生み出している方の対する思いと僕らがそれを読み取って表現するとねものすごい差があるのね。でそれはしょうがない、うん、どこまでもねやっぱりねあの間は埋められないかもしれないね。でもそれでもねそれでも書というものをっていうのを通してねその詩があるいは短歌とかそういう文学が別な形でね感じ取ってくれればこれはまたいい仕事なのかなっていうふうに思って、ただ作った側の詩人がなんだこらっていうふうに言われたらなんだこらです思いますよ。やってみないと分かりませんねはい、分かりました。じゃあ早速やってみようかなと思って。どうぞどうぞどうぞ。あの私の方から言うと書家の方に書いていただくことによって逆にあの教えられたりこちらが反省していることもたくさんあるんですね。あの書だとこう平面になるけど私たちはやっぱり 本をめくるっていうリズムがすごくあのもう身に染みついているっていうか、あの打ち合わせの時に辻本先生がおっしゃったその書は音楽だと、その運動であって音楽だって詩もまさにそうだと思うんですね。だからあの素晴らしい言葉だなと思うんですけれども、 ある意味では詩っていうのは音楽の楽譜みたいな面もあるわけです。なんかそこからあのどういう音を立ち上がらせてくださるかっていうのがあの、まあ、プレッシャーに必要と思うわけではありませんさっき申し上げたことを別の言葉で言うとあのそういうことに、まあ、言い換えられるかもしれません。あとそうですね、私はまあひらがなが、まあ、多い詩が多いんですけれども、例えばあの漢字の一文字一文字が本当に歴史的に深い意味を持っている、そういうあの文字の力強さにあの現代の詩が私の詩があのそれを立派にこう受け継いであるいはそれに立ち向かっていけるだけの強いものを持っているのかどうかっていう、こういうことはあの随分考えさせられます、ね。はい、実は、書家の方は、各作品各詩を選ぶときにこう字面でも選ぶんですよね。真ん中辺にね、こうちょっと複雑な字が来るとか、そういうことを今日は全くありません先生書きにくいしかもしれませんそれであの今日ね、墨も普通の墨、それから淡い墨、あるいはその固形の墨貸してくる、固形の墨をなかなかない特別の墨です。それみんなみんなみんな全部中にこっちが出してこっちが出して特別ってそんな特別じゃないんですよでも調合が、うん、これ普通の墨、これは今日吸ってくれたその倒木です。他のやつはこれ絵の具でもあるんですけども、絵の具ではなくてこれはちゃんと墨なんで、こういうこういった黒字用の墨なんですけども、それで色とかこれはだったら単にこれをちょっと今日用意しただけで、もっとたくさんいろいろな色があります。それからこれは青木なんですけども、こういう青木っていうのは古い、まあ、ちょっと古木なんですけども、青木、青い墨、ね、青い、青い墨、あの荘園木ですね。でいくつかのいろんな小道具を使って、そうです、まああのここに表現か、ここにあるのはこれは煮皮です。にじみを出します。煮皮は炭 の, そのちょっとあの味付けをします。炭、ね、自体は煮皮で、ね、固めてありますからね、はい、楽しみですね。まあ後でそれね、はい、色々見てください。それでは、まずまだ、この作品に、うん、どの紙を使うか、あるいはどれを使うかということは全然決めていませんね。だから、はい、まずあの吉田香菜子先生に一回読んでいただいて、それで先生紙を決めましょうか、うん、そこの紙出してください。最初これで行きます、基本的に、はい、じゃあ先生ちょっと一回読んでくださいますが、最初はフランス詩、はい、フランスの翻訳の、まあ、詩はあの全体は長いので、はい、まああの1、2行切り取った詩です。一番初め、はい、アルチュー・ランボー、19世紀のフランスの詩人の、まあ、感覚という詩の1行、詩の初めですね、読みます。夏の青い夕暮れ時、僕は行こう小道から小道へと。
夏の青い夕暮れ時、僕は行こう小道から小道へと。これ初めてこれね。全然ね、練習なしだからね。だから筆は何ですかそれ。羊毛。これ羊毛です。羊毛ですね。うん、はい、ちょっとこうちょっと。ほら初めて見るもんだからね。こういう時にあと落款を入れるんですけど、これこう長いんですよね。あ、そうなんですよね。で、乱暴だけでもいいんですか。わからない。小道へと。うん、あの落款に詩人の名前と翻訳の名前と全部入れるとちっちゃく。これは乱暴だけでもいいんですか。これアルチュール乱暴でやらないとダメですから。私はその人作者ではないし、作者はもう死んでる人なのでこういうの聞くことはできませんけれど、私はあの詩人の名前とか名前も詩のタイトルもあるいは役者名もあの作品の邪魔だったら入れなくてもいいんじゃないかと実は思っております。そうね、どこかに必ずあの誰の作品かということを明記する必要はあるでしょうけれど、でこの人の名前入れないでしょ、ね、往々にして実は邪魔になってるんじゃないかと思うことがよくあります。これかなこ役って書くんだよ。そこ説明できない。先生の名前も入れなきゃいけないです。であとここもしょうがないから名前僕らはハンコだけでね。だけで。え？でもいいんじゃない。先生の名前入れないの。こんだけ入ってればもういいでしょうからね。これは。わかりました。はい、できました。ね、ちょっと真ん中がねこういう形になりましたから、これあとハンコだけ押しますんでね。もう1枚だけで。はい。はい。1枚だけです。はい。はい、じゃあ次行きます。では次。もう一枚この小さいです、はい、同じく19世紀フランスの詩人、ベルレーヌ、ポール・ベルレーヌの詩の一行です。あの白い月の光が輝いてうっとりと愛する人を思ったりするという詩の中なんですが、その中の一行です。読みます。夢見よう、夢を見ようですね。夢見よう、今はその時。夢見よう、今はその時。これはね、ちょっとね、単木ですか。単木でやってみましょう。単木でやります。これ今作ったばっかりで、あんまり色が出てないかもしれませんけどね、うん、名前入れてみます。これにちょっとハンコポンとしますので、
これは反木でね、これね、同じ形式の紙ですから、だからね、なんかロマンチックですね。先生いかがですか？これどうですか？どうですか？辻本先生は書くのが早いと聞いてて、あまりにもさっさと書くになって、これはかなり苦しい紛れなんだけど、とてもびっくりしています。で、漢字と仮名ってやっぱりとても難しいと思うんですよね。あの漢字だけとか仮名だけと違って、それはあのお書きになるのをあのこう身近で拝見して、筆の運びとその辻本先生のお作にはあの常々こうすごく柔軟な自由なあの感覚と、それからあの何でしょうね、あのこう切れ味っていうんですか、流れるだけではなくてっていうあのそのメリハリがあるのと、あのすごく柔らかな大きなゆったりした動きがあるっていうのにあの常々敬服して感嘆しているんですけれども、その今のこの筆さばきでその秘密を少し拝見できた気がいたしました。あんまりいちいち計算してやってもダメなの。なるほど、うん、だからパッとやるっていうのはその時しかやりようがないですからね。こういやいやいやでね、例えばこれはじゃあ大って言って、まあ、何枚か書きますってね、でそういうふうにパッとねこう組み立ててできていく場合と、意外とね最初に一発でねパッといっちゃう場合とね、あるんです。で最初書いた時にあダメだ時はもうダメなんだ。でこれいいとは言えませんけどね。淡泊のにじみがいいですねって書き込みました。あ、そうですか。いや、これね、結構ね、内緒の秘密のお休みなんだけど、誰でもできますよ。そうですか。薄くすればできるって。それは淡泊だから。ね、あの今の作品も、さっきの作品も、まあ、詩の原文だと、これ印刷して1行なんですよね。それをどういうふうに改行するかっていうのも、実は脇で見ていて、なるほどと。あのこれをだから、おのずとその漢字と、ね、あのひらがなの配分ができてらっしゃるんですね。あのね、この紙はこの形式でしょ、この紙をこうやってやるかこうやってやるか、だと違うじゃない、で例えば こういうような紙だったらこうなって全然違う、紙の形式とかで、だからそれ発想で言葉を見た時にどうするかって、ここでパッと瞬時に決めちゃうんですよね。もうしょうがないんですね。だから色の紙もね、普段はもう紙、この紙の質にもよるし、筆だっていろいろあるでしょ。でこの筆こうやってどれを使うかって考えた時に、ふっとね、こういう小さな作品の時にはいろいろ楽しむんですよ。あの遊ぶっていう感じでね、近い、ね、まあ、でもその遊ぶっていうのがいいですね。そうですね。いや、苦しくちゃ辛いですよ。これは多分苦しいのとか考えに考えるのを経て、その自由な遊びの気持ちを獲得なさった、まあ、あるいは初めからそうだったかもしれませんけど、でもその遊びってやっぱりちょっと色の紙使ってやってみましょうかね。ちょっとこういくつか色の紙があるから先生ちょっとね、この適当なやつをこのね、フランス詩でも先生の詩でもどちらでもどうしましょう。先生の詩、先生の詩がいいって、はい、もう唐子先生の詩にしましょう。どれにしましょうかね。じゃあ何でもおだれてきますから。魚という詩集からでは、はい、あの私の詩はあの2行とか3行を組み合わせて、パートを作って、そして1冊を組み立てるという、そのだから短い一編二編から選びます。はい、一つ目読んでよろしいですか。はい、はい、私の詩の短い一編です。題が魚。魚、崩れると水、溶けると光、泣けば雲。崩れると水、溶けると光、泣けば雲。青い紙です。ね、もう筆はね選ぶのよね、こう 筆選ばないけどね、僕は選ばないとね、選んだからだと変わらないかもしれないけどね、性質は全く変わる、ね、これはね、
行きましょうかね。これはこれはねこうなるんだけど、これはねこれ業界をしちゃいました。こういうのはどうですよね。あ、業が違っている。わざとやったんですよ。そうですか、先生。当然こう来ると思ったね。挑戦ですね。あの私の元の形は崩れると水、これで1行、うん、で1行空いて溶けると光、うん、1行空いて泣けば雲。それはあの辻元先生が今お書きになったら泣けばだっけ。泣けば、あ、これ具体的に書いた。もう1枚こういうことが間違えることよくあるんですよ。あの今度変えます。あのね、吉田、そっちにあるから、はい、吉田かな子先生のね、うんうん、あの原稿がすごくいいんですよ。だから先生、うん、お前挑戦してますよ ね、 ね、青いやつが取ってなかったかな。なかったか。ないですね。あの紙はね、1種類しかないから、ね、じゃあこれいきましょうか、はい、ちょっと変わったやつ、ね、すいません、泣けばだったね。時々こうやって書いててね、やっぱり原文をうっかり間違えちゃうことがあるんですよ、うん、で、次書くとまた変わっちゃうんで、さあどうかな。でもしょうがないですよね。間違えるというのはでも、多分自分の中に入ってるっていうことだと思います、うんうん。ここだとこれが入るんだな、うん、ね、こうやってね、これはちょっと紙がね、波模様になってますけどね、魚ってのね、同じ構成ですけどね、さっき言ったそのなぜ僕が文字を変えたかというとね、結局このもう軸張りの関係もあるんですよ。漢字とひらがなとのバランスがあるから。で、この牛の光だとこれ魚の光だとこれ水光ってこう下に来ますから、ひらがなかったら下に感じてきた。だから あえてこういうふうに持ってきた。あの逆に言いますと、崩れるとそれから溶けるとトッととがひらがなが並んでる、うん、それはあの多分意識なさってるんじゃないかなと思ったんですけれども、もうしょうがなくてね、これ大きさをこう変えてますけどね。こういうのは、うん、細く書けばちっちゃくなる、太く書けば太くなる。もうこれをね、もし言われたらこう崩れると水でもね、これ溶けると光と書いて、これね、で、泣けばくもでもいいかもしれない。そうやって書いてみましょうか。もう一回ね。神様ね。あの、軸針の関係っていうのは非常に大事なんで、ちょっと四角やった方が。まあ、四角。同じ紙の形式じゃないと。ないな。それ上の方にある。はい、2のこれ、サイズですね、先生。あ、これだ。あ、これだ。うん、はい、すいませんね。こういう仕様をね、どういうふうに軸張りを振るかというかね、やっぱりもう考えるんですよ。やっぱり原文のやっぱり持ってるニュアンスってあるでしょ。でそれをそういう構成でも変わってしまうってことがあるわけだから、それちょっと考えるんですね。もしこれそれが来るとね、それすごく面白いところでもありますね、私の方から見たのと。うん、そうね。
これは少しだから実配りを変えてみたんですね。こういうのってのはね、書の表現の中でね、いろいろあるんですよ。だから詩の原文の人のね、その行立てとか、から文字の組み立て方を変えるって、それが書の面白さかもしれない、逆に言うとね。だけど逆に原文をある意味ちょっと尊重しないということもね、あったりすることもあるんで、気をつけなきゃいけないことなんですね。ちょっと話が変わりますけど、例えば詩が作曲されたりすると、それはやっぱりもうリズムも声の高さも違ってきたり、から一人の声やって複数の声になったりして、いろんなバリエーションがあるんですね。だからそれはそういうバリエーションとして大いにあり得ることだし、原文裏切ってというのと全く違うことだと思います。だね、だね。じゃあまた次だと魚からどうしましょう、フランス語と日本語を両方交えてにしましょう。やってみますか。じゃあ大役の大役を、はい、私の定本闇っていう半紙を2枚、この白いの四角いやつなんですけれども、四角いやつ2枚フランス語の訳をつけた大役版というのを作りまして、で先生はすでにそこからかいくつも書いてくださってるんですが、今日もぜひお願いしたいと思いました。で本はあそこ闇っていう詩集が横文字、横書きになっている、はい、これの長さ、はい、これ前に吉田先生から出た時にいただいたんですよ。その時に僕はびっくりしてね、で大役の詩なんてのはね、原文のフランス語があって日本語があるっていう初めて見たもんですからね。その時にじゃどうするかってね、何か作品したいと思ってね、やったのがこの本です。拝見した私は本当にびっくりしました。フランス語でまさかお書きになって、しかも墨の色も変えてというので、その定本闇という詩集の中から一番初めの詩をまず書いていただきたいと思います。読みます。日本語の方を読みます。見ること、闇が光となるまで。見ること、闇が光となるまで。フランス語の方を読みます。Regardez jusqu'à ce que la ténèbre tourne en lumière. Regardez jusqu'à ce que la lumière tourne en ténèbre. En lumière. 違いました。読み違いました。チンプンカンプン。チンプンカンプン。大きいのがあるから、じゃあこちらで書いてある。こういうの、前に僕は先生のやつも、ね、借りてやったことあるんですけどね、前にドイツで。ドイツでベルリンでケネディの演説を英語で書いて、そして日本語で書いてって、そう、ね、やったんですよ。ドイツの市民は英語で書いてあるから、ケネディの演説って分かるんですね。この吉田先生の時にはね、僕はフランスのパリの画廊を持ってる方が見に来て、ぜひ個展やってくれって言われた。置かなくて逃げちゃった。そのままどうなったのか。いやいや、まあまあなんです。すみませんね。ね。フランス語だから上にこうちょんちょんとついたりするんですよね。それでこのフランス語をちょっとこう色を使ってね、難しいんだよこれがね。分かりにくいもんだから。
これはこっちで、これはこっちで。読めるかどうかわかんないですよ、これは、ね。読めますよ、フランス人の字に比べて。フランス人に比べて。だからね、これは。これはね、あとこれ印をちょっと押すぐらいしかできませんけど、ちょっとここをね、足んないからこっとこないってことだけどね、なんか、これが果たしていいかどうか分かりませんけど、花子先生、ここなんです。これは、こっちが見ていいんですかね、ここにあると。本の方ですけど。本は日本語が右ですね、はい、フランス語は左です。だったら こういう形で、これはただね、ここ書いただけの感じですけどね、あの、ちょっと雰囲気が変わるかなっていうことですね。やってましたけどね。すごい。これはもうちょっとこれ処理しなきゃいけないから、ちょっとこのもう一回このね、ちょっとあの白い紙でいいですけど、濃墨でやってますから、違う色でやってますからね。今度こっちへ。こっち向き。はい。単木と濃墨で、ね、という字は長くて、あんまり途中で切らない方がいいんですよ。切り方が実はちょっと面倒なあれで、どこで切ってもいいってわけではないので、見ることだけでね。え、フランス語の方でしょ。フランス語の方。ああ、そうですよね。うん、だから今横にしてるよね、うんうん。ちょっと面倒です。うん、これこれこれだな。これはこうやってね、ちょっとこう雰囲気を変えますから。で、今度この赤で変えますね。どうなるか。わかりませんよ、これ。うん、ね、ここはサインはこれはこういうの入れられないです。フランス語だと。ん？フランス語で入れるんだ。フランス語で入れると、あの、したらこれローマ字で。先生の名前ローマ字で書きなきゃ。あ、だって、あ、そう？ね、いやだ、だってこれ書きようがないんですよね、こういうのはね。これはもう、ここはもう僕の印を押すだけで、しょうがないね。今度は、濃墨で、ちょっと太めに描いたのと、それからこれはちょっと、ね、これとこれね、こうだね。
本はね、右が日本語で左がフランス語でも別に作品としてはこれどちら、うん、先生の考えどちらどちらでも構わないと思います、うんうん、私こっちの作品の方が好きだな、どうです、ね、なちょっと、うん、いや今のさっきの緑のやつはやっぱ縦だったからね、ね入れるのフレーズが難しかったからね、縦の方がね、だからこれもこれ横書きなんで、これも完全にさっきまでだったね、縦書きだったでしょ、これは横書き横書きなんで、これよやっぱり横書きなんだ、これ紙の形はこういうのでやっぱり考えた方がこういうふうにやってもいいのかもしれないけどもね、こうやってねやってもいいですね、ただ難しい、上下だとなんか説明的になってしまうかもしれませんね、一方は一方の解説みたいな、そういうことです、はい、わかりました時間がなくなって、最後の1点、はいはい、まだよろしくございますか、はい、あと1点、はい、最後の1点、はい、同じくよろしくございますか、はい、フランス語と日本語で、はい、同じ刺繍の一番最後の詩です、はい、同じ刺繍 の、 一番最後の詩です、波模様の紙、波模様、星です、日本語、闇、それが星です、闇、それが星です、フランス語、La ténèbre est une étoile、 La ténèbre est une étoile、 これですか、それ、それが星です、こ, れですね、この紙で書いてみますから、あ、はい、ね、これ緑で緑で分からないけど、垂れるかもしれないから、なんかすごく綺麗ですね、こういう模様のある紙でやってみましたけども、一枚の紙ね、これはこれがいいか悪いかは分かりませんけど、ぶっつけ本番ですから、はい、感想申し上げてよければ、はいはい、音楽を見ているような感じでした、本当に、じゃあこれでいきましょう、印を押します、これやっぱり印を押すっていうのでね、この変な作品もね、よくなんですよこれがね、本当に赤がね、一点パチッと入るから、あと今日描いた他のやつも全て印を押しますけどね、それからここはね、ここも押すって言ってもあるんですよ、ちょっとね、別のやつをね、小さいやつでね、これはね、今日ここでアシストしてくれてる大隅君のやつで、ちっちゃくしてみようね、こうやってインを押しています、そうすると作品がね、これでね、押しますからね、まあ、ちょっとのはね、インでちょっとの仕上がりということになりますので、はい、失礼をいたしました、ありがとうございました、ありがとうございました、今お手伝いしてくださった3人の先生方、ちょっと後ろ、アシスタントが今日いますので、ちょっとすみません、
どうぞおいでください。ありがとうございました、宮城の石巻の被災者の、千葉草原さん、この大住君はこの小さい印を作ってくれた。あ、で田村天野さんは僕の一番古い教え子でですね、今日アシストでお手伝いに来てくださいありがとうございました。もうあの吉田佳菜子先生の不安はここにいますので、ね、大不安ですからそうだね、いつも書いてる。ありがとうございました、それでは抽選会に入ります、はい、抽選会に入る。ここを片付けてください皆さん。あ、じゃあ後で印は後でいいですか、ね、はい、後のお休みに全て作品印をしておきますので、ね、あと本とかなんかありますよね。はい、本とかあります。面白いファックスが来ています。面白いファックス、絵入りのファックスが来ています。見せて、絵入りのファックス。この頭がいいの。その頭がいい。吉田佳菜子先生ですね、この左の方はね。19世紀のフランスの詩人がとても叙情的で感動的な、こんな一節を書いています。辻本先生、細けいことはいいんだよ。それでは今日のプレゼント、まず本からいきます。ちょっとそこにあるんです、すみません、ごめんなさい、そこに、そこの3冊と、あと、まだ3冊ある。あと先生がお待ちくださって、これはこれ僕が持ってない、はい、これプレゼントありません、はい、プレゼントありません。残念でした。じゃあ先生、これ後でサインをしていただきたいなと思いますね、はい、じゃあ先生のから 3冊、はい、でこれはどうするんだっけ、はい、これあとサインです、ね、ツイッター、はい、じゃあツイッターの書き込みの方、はい、はい、です。じゃあ先生、まずその3冊ね、はい、じゃちょっとこういうふうに見せてください。あ、はい、あのこれは天台商品で出していただいた今の、はい、の刺繍です、はい、今の最初のランボーとかそんな詩がみんな入っています。はい、ですね、でこれは辻本先生の作も口に入っております。あ、そうです、そうです、そうです。でこれはあの著作権がもうない方なので自由に、先生は翻訳なさいましたけども自由に書いてくださいということですね。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。すごいやってます。あ、やってるんですか。書き込んできた人。ああ。あ、そこでも貼っていいですか。そうです、そうです。はい。本当に欲しいのでしたら、欲しいと書いてください。あ、そうか、返事をするわけ。そうです、返事してください。はい、今すぐじゃない。え？今すぐ、今すぐしないと次の人に行ってしまいます。はい、来ないかな。来ないかな。来ない？来る。次の人行ってしまいます。来ないな。次の人行きます。ん？来てる？来てる。あ、じゃあ差し上げます。おめでとうございます。はい。じゃあ三冊あるので、あと二冊。あと。はい。今の画面はあれが出てる。そうですね。そうです。そう切ってない。そうです。そうです。書き込んでください。そうなんです。来たかな。私抽選当たりたいし。ここ抽選でも、ね、ここがいいんだな。本当表なんだろうけどね。来てる？タイムラインでまだ放送です、ね、あ、そうかそうか。なんか書いてあるんだよな。
るかな。来ない。ダメです。ちょっと あれが追いついてないかもしれない。タイムラグがある。今当たった。あ今当たった。時差が。時差がね。じゃあもし後で書き込んでくれたら他のものをあげます。何でもよかった。はい、できましょう。はい、次。書き込んでください。で一応次いっちゃいますかね。はい、3冊目書き込んでおいてください。書き込んでおいてもらうことにしてどんどん行きましょうか。はい、はい、次はそれじゃあ辻本先生の DVD ブック、はい、DVD 入ってます、ね、はい、先生が今サインしてくださいました。サインしてくださいましたよ。では行きましょう。見せたい、はい、先生の ここら見えるかな、うん、先生のサイン入りです。これサイン入りです。はい、ね、うん、はい、じゃああと2人、はい、一人ですね。面白いね。面白いね。しておきます。はい、はい、任します。あと作品も、作品もです。いよ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 先生の作品の抽選です。これからいきますか。一回一番でかいですから最後、え、一番最後にします、ね、これいいですよ、いいです、うん、最後で、最後、ね、はい、時間は、はい、はい、金用物の方どうですか。はい、いいです。どちらかって感じ。ちょっとそれでちょっとすみません、うん、もう一つ金羊毛の甲という筆があります、うん、これは羊毛筆なんですけども、うん、鹿の毛がちょっと混ざっていて腰があって書きやすい羊毛筆です、うん、先生このファックスが
あるので、こんなどっちか引いてどっちかどっちかってね、どっちか呼びにしましょうか、ね、はいはい、うん、木津川市の、あ、京都の、あ、筆をですか、そうです、筆のプレゼント、水野さん、おめでとうございます。はい、はい、よし、じゃあ次に先生の作品です、はい、これをです、はい、ツイッターの方の中からです、はい、すごいな、はい、組です、すごい、すごい、魚、魚ですね、魚のやつの、最初のバージョン、ね、じゃ次です、次のバージョン、はい、次のバージョン、これは言葉を書いて、置き方を書いてますね、はい、はい、じゃあ次はいよいよ、じゃあ次はこれ最初のね、はい、最初の、これ2枚セットです、これね、2枚セット、最初の方のやつですね、はい、はい、お願いします、次の横バージョン、ね、横バージョンです、こちらも、ね、このバージョン、これをやっぱりセットでいきます、はい、はい、最後まだフランスのが、あ、それ最初のやつね、はい、はい、はじめに書いたやつがまだありましたので、これは誰の、これ印を押してませんから、印を押します、四角いやつでいいですよ、黒いやつで、はい、お願いします、これ印をしてくださいね、はい、それも、はい、その淡木のやつ、淡木の方のやつです、夢見よう、うん、大きい方のやつがいい、プロの、はい、黒書きのやつ、お願いします、黒書き最後これです、最後のこれです、これいいですね、一番最後のやつです ね、まだ乾いてませんが、かぶついたね、はい、お願いします、はい、
まだ乾いてないと思いましょう、ね、はい、ありがとうございました。ちょっとじゃあ一言ずつ感想を聞きましょうかね。ちょっと短くお願いします。短くね、はい、大変楽しい時間でございました。あの辻本先生の音楽で遊ばせていただきました。いや私はもう本当に今日は、まあ、ぶっつけだったんですね、吉田香子先生が何やるか全然分からなかったんでね、うん、本当にもう書っていうのはね、まあ、一期一会なんですよ、やっぱり一回しか書けません。書くのは何枚も書けるんですけど、作品が一枚ということになりますからね、まあ、真剣勝負ですけどもね、うん、楽しく遊ばせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ先生方もしばらくここにお座りになっててください。はい、はい、それではこれで今日の番組終わります。協力は株式会社ニコールさん、スタジオの背景に使っているのはマトリックスフレームです。それから書の基本を学ぶの時の硯は宝剣堂さんが提供してくださいました。そして、配信を担当してくださったユーストリームエンジェルズの皆さんをご紹介します。こちらに来てください。皆さんどうぞどうぞ。はい、揃いましたね。かわいいユーストリームエンジェルズの皆さんです。あやのちゃん、まいかちゃん、かんちゃん、はい、ありがとうございました。どうも、ご苦労様でした。ありがとうございました。あ、それじゃあ、今日はここにいらっしゃる皆さん、こんなにたくさんいるんですよ。集まってください。さようならの最後をご挨拶します。はい、こちらにどうぞ。先生たち座っててね。ご主人。ご主人。出ない人がいます。すごい。いや、入りきれない。こんなにいっぱいいました。こんなにいっぱいいました。はい、皆さんありがとうございました。じゃあ来週は、次回は8月17日水曜日午後8時からです。次回は天国です。また見てくださいね。さようなら。よっ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、結構かしこみですね。